2015年3月18日に、アフリカ大陸の北端に位置するチュニジアの首都チュニスで発生したテロ事件で、死傷者は約70人、邦人3人も死亡している。週刊ポストは、安倍首相は、イスラム国の人質事件の後、彼らに罪を償わせるために人道支援する、日本人には、指一本触れさせないと言ったのに、それを果たせなかったではないかと責めている。安倍首相に、いささか酷な気はするが、イスラム国が言っているように、日本人は、どこにいても、過激派の標的になる時代が来たことは間違いない。どうやって、安倍首相は、日本人の命を守るつもりなのか。集団的自衛権を行使すれば、ますます、日本人の安全は脅かされることに、彼は気がついていないのだろう。安倍首相は、3月20日の国会質疑で、自衛隊を、我が軍と答弁した。麻生太郎副総理の溝言うなどとは比べ物にならない重大発言だが、安倍首相御用達の大新聞は、情けないことに、及び腰の批判しかしていない。自衛隊を、我が軍と思っている安倍首相には、週刊新潮の以下の記事はショックだったであろう。休暇を利用して、母親との観光旅行中に、チュニジアでテロリストたちによって負傷した被害者の一人が、ただの民間人ではなかったからだ。その人は結城紀子氏、35。銃撃された彼女は、左耳などに怪我を負い、現地の病院に搬送されて、全身麻酔で手術を受ける事態となった。その彼女の手記が、いくつかの新聞で掲載され、そこには、彼女が自衛隊中央病院に勤める陸上自衛隊の三等陸タスクであることは書かれている。週刊新潮は、彼女が負傷したことや、その大きなショックがあることには配慮しながら、三佐といえば、旧日本軍の少佐に相当する要職なのに、その手記には、臆病と干渉しかないと難じている。彼女は、自衛隊員の健康管理などにあたる医官で、約200人の部隊を指揮するほどの職責を担っている。有事の際は、海外に派遣される可能性もあります陸上幕僚幹部広報室も、医官といえども陸上自衛官ですから、自衛隊員としての最低限の訓練は受けておりますと認めているように、やはり、結城氏は、立派な我が国の先森の一人なのである、そういう立場の人にしては、手記に立場を意識していない言葉が並んでいるのは、いかなものかというのである。例えばこういう箇所だ。外でも、救急室でも、多くの人がいて、写真やビデオを向けられ、とても不快でした。私は、一日中泣いていたせいで、目が腫れ上がって開けることができず。週刊新潮は、こう書いている。ここには、被害者としての思いが前面に押し出されているものの、他方で、何かが決定的に欠けているとの違和感が拭いされない。それは、手記が、鉄頭鉄尾、私に終始しており、陸自三佐という、公の立場での思いが、見事なまでにすっぽり抜けている点に起因するまた、彼女を取材しようとして、大使館の人間とやり取りしている朝日新聞の記者の声を、日本語で怒鳴っている声が聞こえ、ショックでしたと書いているところについても、週刊新潮は、こう書いている朝日新聞の記者は、彼女の手記の後ろに、その時のことについて書いている。手法の是非はともかく、メディアが被害者の性の声を聞こうとするのは、ごく自然な行為であり、彼女が矛先を向けるべきは朝日ではなく、テロリストであるはずだ。しかしながら、手記には、テロの犯人を非難する記述は一向たりとも見当たらない。そんな彼女に、国防の前線に立つ自衛官の自覚を感じるのが難しいと言い、それを象徴するのが、結城三佐は、海外渡航承認申請書を提出しておりませんでした、陸幕広報室という点だと指摘する。自衛官には、私的休暇であっても、日本を離れる際には、事前に届け出を行わなければならない義務が課せられているそうだ。彼女は無断渡航だったのだ。病院へ着くと、パスポートなどが入ったバッグは取られて、携帯もなくなってしまいました。日本大使館の方がいらして、日本の家族の連絡先を聞かれましたが、携帯がなかったので、実家の固定電話しかわからず、なかなか連絡がつかなかったようです。こうした記述にも、元陸上自衛隊北部方面総監の大越兼行氏は、愕然とするという。家族との連絡よりも何よりも、真っ先に、防衛省に連絡を入れて、自分が置かれた状況を報告し、何をすべきか指示を仰ぐことが自衛官には求められるはずです。それもせずに、手記を公表する。彼女の一件が、自衛隊に対する国民の期待を裏切ることにつながりはしないかと危惧しています。彼女の場合、
重傷を負ったわけだから、ここまで言うのは少し酷な気が私にはするが、我が軍隊だと考えている安倍首相はどう感じているのだろう。新聞記者はそのことについて質問するべきである。週刊文春はゴールデンウィーク旅行危険な観光地リストという特集の中で、こうしたテロに遭う危険性のある観光地を挙げている。北アフリカに近いイタリア、今年に入ってベルギーやデンマークでイスラム過激派によるテロ事件が起きている。カナダでも銃乱射事件が起きた。当然のことながらアメリカは最も危ない。東南アジアでもインドネシアやタイの南部、さらにフィリピン南部のスールー諸島などなど、結局どこへ行っても危険は伴うということだ。比較的安全なのは国内旅行だけだというのでは、寂しい連休になりそうである。